毎日ポジティブ。はい、ポジティブ19年スーパーポジティブティーチャー福島です。さあ今日の話なんですけども、今日はですね、目の前にいる人に集中するという話をしたいと思います。目の前にいるね、大切な人ってね、気づいているんだけど気づかない存在、なんかもういてくれるのが当たり前ってね、思ってしまうことってあると思うんですよ。まあ、家族がいることが当たり前だったり、いつも友達がね、いてくれることが当たり前だったり。でもそんなことね、当たり前でも何でもなくて、もうそれこそがね、奇跡だと考えるのであればですね、毎回会うその人に、どれだけその人のことをね、しっかりと見て、そして、その人に時間を集中できるかというのは僕はすごく大切なのかなと思っているんですよ。いない人に対してね、集中をする時間っていうのは逆に言うともったいない、その目の前にいる人に失礼だと思うので、やっぱ目の前にいる人をね、集中して、まあ僕だったらポジティブ居酒屋に来るお客様に集中して、その人に喜んでもらった先にですね、またその人が来てくれたり、まあその人がまた大切な人を連れてきてくれたりして、このお店というのがね、成り立っていると思うんですよ。昨日もですね、韓国の方来てくださって、今回の旅行でもう3回来てくださってるんですよ。で今日ね、もう韓国に帰るという方々だったんですけども、もう3回もね、本当に東京に来ていっぱい素敵な店があって、観光ガイドにいっぱい美味しい店があって、にもかかわらずここのお店にもう 4,5 時間使ってくださってるんですよ。このお店の時間を、日本に来てね、いっぱい見るところあるにもかかわらず、ここのお店にもう5時間ぐらいをその3回もやってくれてるわけですよ。それっていうのはね、どれだけここのお店のことを好きで大切に思ってくれてるのかというのがもうすごくね、伝わってくるんですよ。まあ最後ね、その方お店の閉店までいてくださって、まあ3人昨日は来てくださったんですけども、もうぜひともね、最後なんかいい思い出をちょっとでもね、残してあげたいと思ってですね、まあ、その時気にいた常連のお客様と僕と、あとその3人でですね、ラーメン屋さんに行って最後ラーメンを食べたんですよ。そしたらですね、そのラーメンが一番日本で食べたラーメンで美味しいと言ってくれたんですよ。きっとね、でも24時間のその深夜のラーメンは、味で言えばそこがね、一番美味しい味ではなかったかもしれない。だけど最後こうやって巡り合って、このお店で知り合って、そして最後おもてなしとしてラーメンみんなで食べ行こうって言って食べたラーメンだからこそ、日本に来て一番美味しいラーメンだったってその方々は思ってくれたと思うんですよ。誰とどんなシチュエーションで食べるかにおいて、料理の味もその時の感動もその時の思い出も全く変わってくると思うんですね。だからこそ目の前にいる人に対してどれだけ集中してその人のことを思えるか、その人と一緒に大切な時間を過ごせるかっていうのが本当にね、大切なんだなと思いました。まあそれ以外にもね、もうこの店、もう20歳ぐらいからね、来てくださってる大学生の方々が結婚をして、今新婚生活をして、で最近家を買ったというですね、その話も聞いたんですけども、まあ、その方々ももう7年8年このお店に来てくれて、でずっとね、その人たちの幸せの姿を見続けることができて、で、ここに来てくださる常連のお客様も本当に良かったと、あの2人を見てるとすごく幸せな気持ちになれるって言って、みんな喜んでくれていたんですよ。まあ、そうやってね、1回だけかもしれないお客様がそうやって7年8年で来てくれるようになる、全てはね、その目の前にいる人を大切にした結果だと思いますし、逆に言うと目の前にいる人に大切にできなかったら、そういう方々はきっとまた来ようとは思わないと思いますし、まあ、二度とね、自分の人生の接点につながらないと思います。だからこそですね、目の前にいる人に対してどこまでその目の前にいてくださることが当たり前じゃなくて奇跡のような本当大切な時間だと思えるかというのがすごく僕は大切だと思います。だからこそこれからもね、まあ、今日来てくださるお客様にもしっかりとね、僕が今出せるものをね、しっかりと出すことがこれから先の未来の自分につながっていくと思いますんで、今日はそんなあったかなね、すごく心に慣れた昨日のお話とともに、目の前にいる人に集中するという話をさせていただきました。ということで以上、毎日ポジティブ。
ご視聴ありがとうございました。